西口小松駅は石川県小松市土井原町にある西日本旅客鉄道北陸本線の駅である事務官コードは54万1442本校ではかつて存在した北陸鉄道の小松駅やこ谷鉄道の新小松駅についても記述する関節鉄道北陸線が福井駅から東駅まで延伸開業したのに伴い石川県内初の鉄道駅として開業した 特急列車の大半が停車する。また、当駅で半数ほどが、金沢方面へ折り返しており、普通列車は、金沢方面へは、日中でも1時間に2本の普通列車がある。将来は、北陸新幹線の停車駅となる予定である。2番乗り場に停車中の金沢駅521系、改札端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、系2面3線のホームを有する高架駅。 改札口は一箇所のみ、ホームは全体が屋根に覆われている。列車運転指令上では1番乗り場が下り本線、2番、主に1番3番乗り場が使われ、2番乗り場は特急列車の待ち合わせや金沢駅当駅間の区間列車の折り返しに使われている。当駅は駅長が配置された直営駅であり、管理駅として大正寺駅三河駅間の各駅を管理している。 北陸新幹線は相対式ホーム2面2線を持つ高架駅として計画されている。駅自動放送は北陸本線主要駅標準の詳細型自動放送となっている。各階の移動は階段のほか、エスカレーターとエレベーターが設置されている。石川県統計所によると2017年度の1日平均乗車人員は4329人である。 石川県内の主要鉄道駅では乗客数が金沢駅、津端駅に次いで3位に上る。近年の推移は下表の通り土井原中央交差点から見た小松駅、西口付近土井原本ネット広場ホテルや公立小松大学育児支援施設などが入る複合施設で2017年12月1日オープン。2010年閉店した小松山と跡地を再開発した。 駅前には北陸新幹線用の駅舎用地が確保されている。また、2020年12月には HIS グループの HIS ホテルホールディングスが変なホテル石川小松駅前を東口に開業させる予定となっている。主に駅西口ターミナルから発着する。1990年代前半頃まで北陸鉄道バスが主流だったが、その後の路線移管などにより、 小松バスがメインである。前日の通り、2019年に北陸新幹線建設のため東口にあったバス乗り場は、小松アズスクエア東側の小松駅南バス乗り場に移設となっている。特急、サンダーバード、白鷺ダイナスター、おはようエクスプレス、おやすみエクスプレスの隣の停車駅は、各列車記事を参照のこと。 西日本旅客鉄道北陸本線合津駅、小松駅、名宝駅西日本旅客鉄道北陸新幹線、金沢駅小松駅、加賀温泉駅新幹線駅デザインは、白山をイメージするデザインに決定している。小松線の始発駅で、国鉄の東側に位置し、車庫と常務区が置かれていた。駅舎正面には、北鉄電車、宇川優先事業と表示していた。一部文献。 ウェブサイトでは、新小松駅と表記されているものがあるが、開業から廃止まで一貫して、小松駅である。路線の規模にしては、大きな木造駅舎を持ち、留置線と車庫線が、各一本と、車庫線からスイッチバックする形で、短い留置線があった。ホームは一面一線だが、1960年代の一時期は、南側の留置線にも板張りのホームを設けていた、ことがあった。 国鉄とは線路が繋がっておらず、車両を転属させる際には、その都度仮線を付接していた。国鉄の駅舎、ホームとは地下道で連絡していたが、北鉄側には独自の出入り口はなく、宇川優先寺方面からの電車を降りてお小や鉄道の新小松駅へ行くには、一旦国鉄の駅を出て、踏切を渡る必要があった。また当駅に隣接する。 小松製作所の従業員専用の出入り口があり、定期券所持者に限って通行が認められていた。乗車券は国鉄の出発口で発売していたが、1970年代後半には小松線専用の自動券売機が国鉄専用の券売機群とは離れた場所に設置されていた。小松線の乗車券では、うかは遊ぶ泉で来機が発車する10分前くらいにならないと。 国鉄の改札を通してもらえなかった。国鉄から乗り継ぐ場合には、当駅の改札口で、国鉄の乗車券を回収し、目的地までの運賃を支払って、運賃生産済み証と記された、乗車券代の券編を受け取っていた。降車時には、当駅までの乗車券は兼任のみ行って、国鉄の改札で回収していたが、当駅では、国鉄の乗車券の発売を行っていなかったため、 北陸本線の列車に乗り継ぐ場合には、国鉄の車内で車掌から購入、もしくは着駅で生産する必要があった。北陸鉄道小松線小松駅沖駅廃止後間もなくしてすべての施設が撤去され、しばらくさらちになった後、現在の東口駅前広場になるまでは駐車場となっていた。連絡地下道は小松線の廃止後に閉鎖されていたが、高架化の前に、 仮設の東口が開設された際には一時的に復活していた、おこや鉄道新小松駅1977年3月27日おこや鉄道新小松駅聖地地区駅新小松駅に関するカテゴリーありがとうございます。